こんにちは。こんにちは。オンラインコンサートをご覧いただきましてありがとうございます。私たちはサックスとピアノで、演奏を活動を行ったりしている、サックスの私が木村結衣と申します。よろしくお願いします。ピアノの山崎まりえです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今 YouTube で、演奏会をの様子をちょっと流してやっているんですけれども、私たちが演奏会をやろうってなった経緯を少しだけお話しすると、本来はちょっとこのようなご時世でなければ演奏会お客さんをここに呼んでちょっと演奏会やろうっていう風になっていたんですけれども、ちょっとそれが難しくなったので、今回はたくさんの方にご協力いただいて、オンラインで演奏会を行うことになりました。この場所はすごく素敵な場所なんですけれども、海老名市にある大島記念音楽堂という場所で、ここの場所を初めて見つけたのが本当に約1年前に見つけて、本当にちょっとこう映像でお見せしたいんですけど、お庭もすごく綺麗で、なんか響きも本当にちょっと教会ぐらいにバーッと響くような素敵な場所になっていて、でここで絶対に演奏会やりたいなという思いからちょっと企画を始めて、で、本来だったらお客さんを呼んでやろうかなと思ってたんですけど、難しかったのでもう何としても実現しようと思って、はい、オンラインでやることになりました。はい、ありがとうございます。それでは、今日はこんな感じでサックスとピアノのプログラムを中心にクラシックだったり、もうちょっとライトな音楽だったりをやっていきたいと思います。はい、1曲目にお送りしたのがダマーズ作曲のバカンスという曲でした。すごいオープニングにぴったり なんていうかね、南国みたいな感じの、はい、すごく美しい曲でした。ありがとうございます。それでは次にちょっとピアノのソロの曲と、あとちょっとサックスのソロの曲を披露したいと思うんですが、山崎さんお願いします。はい、2曲目に演奏するのはドビュッシーの版画より1曲目のトウという曲を演奏したいと思います。この曲は、ドビュッシーが印象主義音楽を確立したと言われる曲になっていて、すごく響きが美しい曲になっています。ありがとうございます。はい、その次にお送りするのが、サックスとピアノの曲で、サクソフォンのソロの曲で、フェルナンド・デュクリュックのソナタをお送りします。でちょっとここは偶然だったんですけど、デュクリュックもドビュッシーも同じフランス出身の作曲家 で生きていた時代というか、その活動していた時代の傾向も同じ印象派の作曲家になります。どっちも共通点が一つあって、こう五音音階っていう音階が使われてるんですけど、その音階はこう日本民謡の音楽によく使われている、すごく日本人に親しみやすい音が聞こえてくるので、そういったところに注目して聞いていただけたらなと思います。はい、それではどうぞ。Thank you.
ありがとうございました。続いてお送りするのはブラームスの、作品番号119番4つの商品をお送りします。この曲はブラームスが、58歳の時に実は遺書を書いていて、でその遺書が書かれた後の晩年の作品になっています。で、ピアノ曲としては最後のピアノ曲です。で若い頃にブラームスの若い頃はなんか結構激しい曲がよく作られていたんですけど、そういう激しさとかはあまり見られない曲で、すごく味わい深い曲になっています。ぜひお楽しみください。